エンゲ G20-0G200 は1998年にカナダマトロックス社が発表した PC 用グラフィックチップおよび同チップを搭載した同名のビデオカードである。また、同製品の廉価版に相当する G10 0も本校で取り扱うミレニアムシリーズで G が完成られた最初のシリーズであり、その文字は創世記のジェネシスを意味する。 このシリーズから新たに従来レインボラナーの持っていたキャプチャ機能を GPU に加えたマーベルシリーズが登場しており、マーベルは脅威を意味する。またホームユース用として長らく親しまれたミスティックシリーズはこの G200 シリーズが最終となった。エンゲ G20 はハイエンド向けグラフィックチップとして98年5月に発表された。 0.35マイクロメートルプロセスルールで製造され、250MHz または 230MHz のラムダッツを一機統合している。上下で独立した64ビットのメモリバスを持ち、16MB までのスグラムに対応する。インターフェースは AGP2X または PCI。従来のミレニアムシリーズは、 2D 専用の印象が強かったが、エンゲ g ィ0例は、ミレニアムシリーズ用チップとして、初めてダイレクト 3D よび動画再生機能に本格的に対応しているが、MC などによる再生支援には対応しない。ベルムの増強用スロットの他 DVI、I 出力コネクタや、キャプチャカードのオプション拡張用コネクタなど、基盤に様々なオプションを拡張できる準備がされているのも、 特徴である。このシリーズからヒートシンクが装備され、ベレム増強用スロットおよび増強モジュールが小型化されている。ミレニアム G200G200 G ベレムアド、オンモジュールミレニアム G200SGG200 G G シリーズの基本モデル、ビジネス向けと位置づけられ、2 5 0 m ルツのラムダッツを搭載している。インターフェースは AGP2X。メモリ容量はスグラムを 8MB。 バリエーションとして、通常の長方形型の基板のものと G400、シングルヘッドのような階段状の切り欠き型の基板のものとがある。ミレニアム G200SD スタラムを採用し、ヒートシンクを省略した廉価版の G200。インターフェースは、AGP2X、または PCI。メモリ容量は、スタラムを 8MB、または 16MB。ビデオメモリの拡張はできない。 ミルニアム G200LE ビデオメモリのほか、レインボーラナーグフラッテパネルなどすべての拡張用コネクタ、並びにヒートシンクを省略したサイレンカバンの G200。インターフェースは AGP2X。メモリ容量はスタラムを 8MB。ミルニアム G250-99 年に製造プロセスを0.25マイクロメートルにシュリンクし、HP 向けの OEM 専用として発表された。 モデル。GPU 単体でのリテール販売はされていない。G300 と呼ばれることもある。メモリ容量は、スタラムを 8MB。ミレニアム G200 は2010年頃から出回っている、サーバー向けの G200。オンボードで 16MB のベレムを搭載。ミスティック G200、ミスティック G200 ホームユース向けと位置づけられ、230MHz のラムダッツを搭載している。 TV 出力機能を搭載している。インターフェースは AGP2X。メモリ容量はタラムを a メを 8MB。従来は買いモデルのチップを使用していたミスティックシリーズがミレニアムシリーズと同チップを使用し、さらに TV 出力機能も装備することとなったため、一部ではミレニアムとミスティックの逆転現象とも表現されたマーベル g 2 0 0 t v マーベル G200。 ビデオ入力機能とハードウェアエンコードによるキャプチャ機能を搭載する。インターフェースは AGP2X または PCI。メモリ容量はスタラムを 8MB。m a r b e G200TV ビデオ入力機能と TV チューナー。さらにハードウェアエンコードによるキャプチャ機能を搭載する。インターフェースは AGP2X または PCI。メモリ容量は スタラムを 8MB、ミレニアム G200 デュアルエンゲ G20 レイを2つ搭載し、2画面出力を可能にしたモデル。インターフェースは PCI。メモリ容量は、スタラムを 8MB に、ダサブ15に専用のものとダサブ15にと、DVIi2 の両用版のものとがある。ミレニアム G200 クアのエンゲ G20 レイを4つ搭載し、4画面出力を可能にした産業向けモデル。 インターフェースは PCI。メモリ容量は、スタラムを 8MB4。ダサブ15に専用のものとダサブ15にと、DVIi2 の両用版のものとがある。ミレニアム G200 クアドウィズ TV。チューナーエンゲ G20 0を4つ搭載し、4画面出力を可能にした産業向けモデル。TV チューナー付け。インターフェースは PCI。メモリ容量は、スタラムを 8MB4。 ダサブ15に専用のものとダサブ15にと DVIi2 の両用版のものとがある。プロデュークタイバ G100 プロデュークタイバ G100LE、エンゲ G.0 はエントリー向けグラフィックチップとして98年4月に発表された0.35マイクロメートルプロセスルールで製造され、2 3 0ヘルツのラムダッツを一気統合している。上下で独立した64ビットのメモリバスを持ち、 8MB までのスグラムに対応する。インターフェースは AGP1X、エンゲ G20 レイの連価版に位置付けられ、ピン5完成がある。G20 レイに順次 DVI、i 出力コネクタやキャプチャカードのオプション拡張用コネクタなど、基板に様々なオプションを拡張できる準備がされているのも特徴である。プロデュクタイバ G100 ビジネス向けと位置付けられ、230。 メガヘルツのラムダッツを搭載している。インターフェースは AGP1X。メモリ容量は STARAM を 4MB または 8MB。個人用としてはサンダーフックスベル2の 2D 用として利用されることが多かった。プロデュークタイバ G100LE レインボラナーグ、フラットパネルなどすべての拡張用コネクタを省略した廉価版の G100。インターフェースは PCI。メモリ容量は スタラムを 4MB または 8MB 基板が G400 シングルヘッドのような階段状の切り欠き形になっているプロデュークタイバ G100 デュアルエンゲ G.0 を2つ搭載しに画面出力を可能にしたモデルインターフェースは PCI メモリ容量はスタラムを 4MB にプロデュークタイバ G100 デュアルウィズ TV チューナーエンゲ G.0 を2つ搭載し 画面出力を可能にしたモデル。TV チューナー付け。インターフェースは PCI。メモリ容量は、スタラムを 4MB に、プロデュークタイバ G100 クワドエンゲ G.0 を4つ搭載し、4画面出力を可能にしたモデル。インターフェースは PCI。メモリ容量は、スタラムを 4MB4、プロデュークタイバ G100 クワドウィズ TV。チューナーエンゲ G.0 を4つ搭載し、 4画面出力を可能にしたモデル。TV チューナー付け。インターフェースは PCI。メモリ容量は DRAM を 4MB4。レインボーランナー、G レインボーランナー、G ミレニアム、G シリーズ専用のハードウェアビデオキャプチャ TV チューナー対応オプションカード。ミレニアム、G シリーズとケーブルで接続して使用する。マーベル G200TV は G20-08MB 版。 レインボーランナー G と同等の機能を持ったビデオカードミレニアム G200DVD モジュール G200G102DVD デコードをプラスするオプションキット G20 0側の接続コネクタと接続して使用できるマトロックスの直販サイトで販売され日本国内では発売されなかったミレニアム G200TV アウトモジュール G200G10 2に TV 出力をプラスする オプションキット、最大1四2 4 7 6 8ドットまでの画面を DV に出力することが可能。G20-0 フラットパネルミレニアム G200 フラット、パネル G200 G、G10-0 に DFP 出力と DVI 出力をプラスするオプションキット、G20-0 側の接続コネクタと接続して使用できる。ダサブ15端子と並列に配置して1スロットとして使用する。 ミレニアム G200 ベレムアド、オンモジュール G200 用の 8MB の増設メモリモジュール、G20 例側の専用スロットに差し込んで、ビデオメモリ容量 16MB として使用できる。ありがとうございます。